コセデ・マドラーソは、スペインの画家、版画家である。肖像画、歴史画を描いた。プラド美術館の館長も務めた。現在のスペイン・カンタブリア州のサンタンデールに生まれた。マドリードの王立産フェルナンド美術アカデミーで、コスメデ・アクーニャや、グレゴリオ・フェロに学んだ。その才能は、フランス大使のフェルナンド・ラ・セルナが注目するところとなり、パリに伴われ、1803年から、 フランスの新古典派の画家、ジャック・ルイ・ダビットの工房で学ぶことになった。ナポレオンの治性下で1806年にローマに移り、アカデミア・ディ・サン・ルカでも学んだ。イタリアで活動していたシレジアの画家、タデウシュ・クンツェの娘と1809年にローマで結婚した。ローマでは1808年に退位し、ローマに亡命していた元のスペイン国王、カルロス4世に会い、 宮廷画家に認じられたが、名目的なものであった。ナポレオンの支配が終わり、フェルナンド七世が福井した後の1818 18年に、マドリードに戻った。1823年に、王立産フェルナンド美術アカデミーの教授になり、その後、校長になった。スペイン王室の美術コレクションなどを収蔵するために1819年に、設立されたプラド美術館の収蔵品の整理。 拡充に貢献し1838年に美術館長を務めた。息子のフェデリコ・デ・マドラーソやルイス・デ・マドラーソが画家になり、その次の世代のライムンド・デ・マドラーソらも画家となり、マドラーソ家はスペインの美術における重要な一族になった。ありがとうございます。